こんにちは、ヒロです。本日の動画テーマはトライアスロンを完走するために乗り越えるべき5つのハードルというテーマでお届けをしていってみたいと思います。はい、皆さんね、トライアスロンを始めてみたい、そんな考えをお持ちの方もいらっしゃると思うんですけど、何から始めていいかわからない、どんなハードルがあるんだろう、そんな不安や疑問を持ってらっしゃる方も多いんじゃないかなと思います。実際僕もですね、トライアスロンを始めた当初、もう6年か7年前になりますけど、その時はね、やっぱり何もわからず、どんなハードルがあるのかもわからずにね、闇雲にトレーニングや準備というところをやってきました。なので今回の動画でわかることとしては、トライアスロンを完走するための5つのハードルというところを、僕のトライアスロンの競技経験や、こうやって YouTube で皆さんに情報をお届けしてきた経験をもとに紹介をしていきたいと思います。なので今回も動画を最後まで楽しんでいってください。ちなみに僕の YouTube チャンネルでは主にトライアスロン情報をメインに発信しています。アイアンマンまで完走した経験をもとに、主にトライアスロン初心者のための情報やガーミンについての情報も発信しています。興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは本日のテーマ、トライアスロンを完走するために乗り越えるべき5つのハードル、やっていきましょう。はい、ではトライアスロンを完走するための5つのハードルというところなんですが、まずね、この5つ最初に発表してしまいたいと思います。5つのハードル、こんな感じになります。1、3種目をこなす体力と技術。2、困難に立ち向かう精神力。3、競技アイテムの準備。4、トランジション練習。5、レースのエントリー。こちらの5つが今回取り上げるトライアスロンのハードルになります。それではこちらの5つをね、1つずつ詳しく見ていってみましょう。では1つ目、3種目をこなす体力と技術ですけど、まあ、こちらはね、トライアスロンのスイム、バイク、ラン、こちら3種目あって、その3種目のいずれもが持久系の長距離の種目になってきてるんですよね。もうそこを考えるとね、やはりこのスイム、バイク、ランの3競技を長くこなすための、まず体力ですね、フィジカル的な強さがないとやはりいけません。そして技術に関してもそうですね、まあ、やっぱりランに関しては皆さんそれなりにね、歩きからの延長でランニング、走ることっていうのはできると思うし、自転車もですね、多少の差はあると思いますけど、まあ、皆さん自転車、ママチャリとかシティサイクル、そういったものは乗ったことがあるんじゃないかなと思います。なのでロードバイクに関してはそのあたりの延長線上で乗れるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりね、一番顕著に技術として現れるのはスイム、水泳なんじゃないかなと思います。ここはね、やっぱり経験者と未経験者っていうところで両極端にね、結構分かれちゃうところかなと思いますし、やっぱりね、トライアスロン初心者、やり始めの方っていうのはどうしてもね、スイムに苦手意識を持っている方が多いんじゃないかなという印象ですね。で、体力に関して言えば、やはりここは基礎的な体力っていうところは皆さん誰しも必要になるところなんですけど、具体的にどれくらい必要かっていうのはやはりレースの距離によってきますね。例えばトライアスロンの一番一般的な距離であるオリンピックディスタンス、こちらはですね、スイム 1.5 キロ、バイク40キロ、そしてランが10キロですね。こちら初心者の方であれば、だいたい3時間から4時間ぐらいのトータルの運動時間っていうのを、このレースを完走するために考えておいてほしいんですけど、必要な体力として考えると、だいたいハーフマラソン、21キロの距離ですね。これをランニングで走る、それぐらいの体力があれば、まあ、完走はできるかなといった感じの指標になりますかね。まあ、厳密に言えばスイム、バイク、ラン3種目あるので、それぞれ体力の配分をどこに使うかというところにも話が及んでくるんですけど、まあ、大体の目安で言えばハーフマラソンぐらいを走れれば十分に完走可能なんじゃないかなと思いますね。で、オリンピックディスタンスのその半分の距離、これをスプリントディスタンスといって、スイム 750m、バイク 20km、そしてランが 5km ですね。こちらの方がね、初心者の方にとっては走りやすい距離だし、やはりね、完走というところをメインに置いてくると、まずはスプリントディスタンスからのチャレンジっていうのもいいと思います。で、こちらの距離を完走するには、だいたいランニングとしては10キロですね。10キロランニングで走れるくらいの体力があれば、十分完走可能になってくるんじゃないかなと思います。
2つ目のハードル、困難に立ち向かう精神力についてなんですが、やはりね、ここはね、トライアスロン、過酷なスポーツと呼ばれているゆえんでもありますけど、やはり3種目、スイム、バイク、ランを同時にやるという他にはない競技スタイルですね。で、加えて先ほど言ったようにどれも長距離の種目になってくるので、そのあたりね、長い運動時間をキープするためのメンタルの強さ、精神力ですね、そのあたりが必要になってきます。もう本当僕もね、初めてのレースはそうだったんですけど、やっぱりね、道のりの困難さっていうのはね、ものすごく感じるところだと思います。フィニッシュのゴール地点までがね、本当に長く感じるんですよね。で、特にやっぱりスイムですね。このね、オープンウォータースイムという、外でやるスイム環境ですね。海だったり湖だったり、あと川なんかでも泳いだりするんですけど、そういった特殊な環境でのスイムっていうところに恐怖を感じる方も多いんじゃないかなと思ってますね。スイムだけじゃなくてバイクもランも距離が長いので、こういったところにね、やはり過酷さというところを感じる方も多いんじゃないかなと思いますけど、こういったね、困難さへの立ち向かっていくためのメンタルの強さ、ここが重要になってきます。こういったメンタルっていうところは鍛え方が人それぞれあるかもしれないんですけど、こういったところはね、レース本番までのトレーニング練習によって自分に自信をつけていくことで、メンタルの強さもね、鍛えられていくんじゃないかなと思ってますね。3つ目のハードル、競技アイテムの準備というところですね。やはりこちらもね、トライアスロンならではといいますか、スイム、バイク、ランの3つの競技がありますので、それだけね、用意するべきアイテムというのは非常に多いです。ここに関しては特にバイクが挙げられますね。やはり競技で使うためのロードバイク、これがね、トライアスロンの使用するあらゆるアイテムの中でも一番高価なものになってきます。バイク自体も高額だし、その他にもね、たくさんヘルメットやいろいろなパーツ、あと機材っていうところも多岐にわたるんですよね。だからまずはこのバイクのアイテムを揃えること、それからトライアスロン独自の特殊なアイテムっていうのもあるんですよね。例えばスイム用のウェットスーツ、こちらはレースでは基本的に着用義務となっているアイテムなので、トライアスロンをやるためには必須のアイテムになってきます。それからトライアスロン、スイム、バイク、ランの3つを通して行うためのトライスーツですね。このあたりもトライアスロンならではなんですけど、やっぱりね、そういったところを準備しておくとトライアスロンの競技自体もやりやすくなるし、競技に取り組むモチベーションも上がるんじゃないかなと思ってますね。で、トライアスロンのアイテムについての動画は過去に僕もいろいろな動画で紹介をしたことがあります。なのでそのあたりの動画は概要欄のリンクから、そちらからチェックすることできますので、ぜひ参照してみてほしいと思います。4つ目のハードルはトランジション練習ですね。こちらもね、トライアスロンにしかないそういったパートというんですかね、トライアスロン第4の種目とも呼ばれていて、いわゆるトランジションというのは種目の切り替えですね。トライアスロンのレースの流れでいうと、まずスイムからスタートして、そしてバイクに切り替えるんですが、ここのスイムからバイクへの切り替えを T1、トランジション1と言います。で、バイクを進めていって、次はランに切り替えますね。ここのバイクからランへの切り替えを T2、 トランジション2と言います。この T1、T2 がトライアスロンにおけるトランジションになりますね。で、初心者の方は基本的にはここのトランジションに関してはもうね、休憩ゾーンと捉えてもらって、ゆっくりやればいいと思ってます。一応第4の種目と言われるぐらいなので、ここもね、競技時間に含まれていて、やっぱりスピードを求める上位の方々にとってはここは無視できない、しっかりとね、スピード感を持ってこなさないといけないパートではあるんですけど、初心者のうちはやはり完走目標でいいと思っているので、しっかり心拍を整えて、ゆっくり落ち着いてトランジションをこなして、で、種目の切り替えをしてほしいと思います。5つ目のハードルはレースのエントリーですね。もうね、トライアスロンのトレーニングや準備が整ったら、いよいよレース本番です。で、どこのトライアスロン大会に出場しようかという疑問が出てくると思うんですけど、トライアスロンの大会は日本全国いろいろな場所で開催されています。時期としては4月から11月、
このぐらいのね、春から秋まで、この時期がトライアスロンのシーズンということになるんですけど、やはりね、まずはスケジュールに合うところ、それから行きやすいところ、こちらの2点で決めるといいと思うんですけど、やはりね、まずは行きやすさ優先っていうところで、お住まいの地域や近場で開催されているレース、そういったところでデビューをしてみるのがいいのかなと思いますね。で、レース距離に関しては、先ほど説明したようなオリンピックディスタンス、これが一番一般的な距離ですけど、デビューとしてはスプリントディスタンス、オリンピックディスタンスの半分の距離のスプリントディスタンスですね。こういったところがやはりデビュー戦としてはいいのかなと思います。まあ、そうは言ってもどんなトライアスロンレースがあるのか、そういったところの情報に関してもやはり初心者の方はなかなか分かりづらいところが多いと思いますので、一つね、僕がおすすめするトライアスロンレースの情報サイトを紹介したいんですけど、それがトライアスロン専門誌のルミナ、こちらが運営しているウェブサイトですね。こちらはね、レースガイドという形でトライアスロンレースのスケジュールや距離、あとどういったレースかっていうところがめちゃくちゃね、細かくまとまってるんですよね。僕もレース選びの際にはね、いつも参考にしているめちゃくちゃ信頼のおけるサイトなので、ぜひ皆さんにもね、チェックをしてみてほしいと思います。こちらもね、動画の下の概要欄にリンクを貼り付けておきますので、そちらぜひぜひチェックをしてみてほしいと思います。はい、いかがだったでしょうか。以上がトライアスロンを完走するために乗り越えるべき5つのハードルというところでお話をしてきました。で、こちらの5つ、もう一度まとめをしておくと、1、3種目をこなす体力と技術、2、困難に立ち向かう精神力、3、競技アイテムの準備、4、トランジション練習、5、レースのエントリーというこちらの5つのハードルでした。まあ、皆さんにとって不安な部分っていうのはそれぞれあるかなと思うんですけど、やっぱりこういったところがね、僕自身の経験から思い起こされるトライアスロンの最初のハードルかなと思いますね。まあ、いろいろ大変なことはあるんですけど、やっぱりね、トライアスロンを完走した時はめちゃくちゃ気持ちのいい達成感に包まれますので、ぜひね、皆さんもこういったハードルを乗り越えて、そしてトライアスロン完走へのスタートラインに立ちましょう。それでは今回の動画以上になります。もしこの動画が参考になったと思ってくれたら、ぜひいいね、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。細かい部分についての質問なんかもぜひぜひコメント欄で教えていただければ、コメントの返信の方でお答えをしますので、お気軽に尋ねてみてください。インスタやツイッターもやってます。あと公式 LINE ではトライアスロンに関する個別相談も受け付けてますので、そちらもよかったらチェックしてみてください。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。